一人ずつ行くか。クリスマス。どっちも行かなくて一気に。二人で、あ、でも三人でもいいよ。どっちでもいいよ。うん、じゃあ三人でゆっくり行くか。いや、でも本当に、ずっこけ三人組からでっかくなったね。なったねー。いや、でっかくなったね。でっかすぎよ。でかいこと成したいって言ってたけど。うん。まあ、成したね。いや、成したよ。成したね。最初は見えなかったもんな、全くビジョンが。何がでかいのかよく分かんなかったけど。分かってなかったけど、明確にでかくなったな。明確にでかくなった。ちゃんとでかくなったな、俺ら。うん、そうよ。でも最初さ、なんか、あの、なんだっけ、職業訓練所みたいな。はいはい。市役所ね。市役所ね。そうそうそう、市役所でさ、エビオさんが、ね、3人でなんか喫茶店でもやるってさ、言ってくれたのがきっかけでさ、確かに。たまたまいたんだよな。いや、そう。え、でもそれが。メイド君もたまたま拾ったし、なんか。マジでたまたまいたんだよな。そこから始まったのか。うん、そう、その。この最後まで続くとは。えね。ライブ。おもろかったねー、うん、今回のストサバはマジで一番おもろかったかも、今までで。あエモが来たねー、嬉しいね、それは。いやー、楽しかった。いや、でも本当になんか初めての GTA だったから、アキラゼは。そうでもさ、そう、なんか世界観もわかんないし、操作とかもわかんないし、もう本当にどうしたらいいかわかんないみたいな感じで、あの市役所にいたからさ、はいはいはい、声かけてくれたのが本当にね、嬉しかったんだよね。いやすごいな、奇跡だったな、ね、マジで。なんで市役所いたんだろう、マジで俺ら。ね、うん、最初、まあ、ずっこけ3人組でさ、やった時にさ、エビオさんが犯罪サポートで結構忙しそうにしてたじゃん。そうだね、うん、はい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 、うん、だからなんか、なんていうのかな、同じチームみたいな感じでこう拘束しちゃったらなんか、ダメなんじゃないかみたいな気持ちがあったんだよ。はいはい、うん、そうなんだ。そう、でもそれはあったね。そうなんだけど、それだとさ、まあ、エビオさんもなんだろうな、プレイする側で純粋に楽しめるかって言ったら、まあ、ちょっとサポート寄りすぎちゃうのも楽しめないんじゃないかなって思ったから、拘束してちょっと悪いかなっていう気持ちはあったんだけど、一緒になんかギャングやりたいって思ったから、なんか組めて嬉しかった。そうですね。うん、でベイビーボスとしてさ、アキロゼを添えてくれたじゃん。はいはい、はい、あれは多分なんか普通に構成員として指示を受けてなんかプレイした時に全然できなかったな、結構ボコボコにアキロゼ言われちゃうっていうとこまで考えて言ってくれたのかなって思ったりとかして。全然もう本当に、いやでも全然考えてなかった。本当完全に、うん、いや俺はボスだったよ。そう、俺もいやボスは器あると思ってボスって言ってたんですよ。本当、シンプルな器で見てました。もう器として見てくれて、うん、この人にボスの器があるなと思ったからボスにしたいなと思いましたもん、うん、いやでもそれがさ、なんか、はい、ほんと何もできないのにいろいろ、いやいや何言ってんすか。ボスがボスだからここまで集まったんじゃないですか、みんなが。いやでもそれこそ、でもやっぱ何もわかんない状態から始めてたの知ってたから、うんうん、それこそお飾りボスみたいな感じに最終的になるのかなって最初はちょっと思ってたっすけど、うんうん、いや、ボスでしたね、ボスは。ボスだったね、ボスは、マジで。本当にお飾りじゃない、頭だった、ボスは。のに一番おもろかったっすわ。ボスでまとまったね。本当は？すごかった、マジで。そう思うっすよ。怖かったんすよね、この世界。その、うん、ギャングやると、他の職つけないから。ーああ、そうだね。と、黒い道に染めると、もう戻れないなっていうのが、ほぼ戻れないから。うんうん。結構ね、慎重になってたんですけど、うん、全然、確かに大丈夫大丈夫って何回も確認してくれる。そう、あ、そうだよね。結構犯罪思想あってよかった、最初から。確かに、まあ、でっかいこと成し遂げたいがね、一致してたもんね。めちゃくちゃ向いてたわ、ギャングに、うん、早かったもんな。早かったね。でかいこと成したいの時の反応も、うん、でも1秒だったね、うん、うん。でもさ、なんかレイド君もさ、うん、なんか大人数でバーって動くってなった時に結構アキロゼも焦っちゃって、うんうん、もうなんか分かんなくなっちゃうみたいな、はいはいはい、話聞いてたはずなのに右から左に抜けてるとか
こう汗汗してこう出遅れちゃうこととかも結構あったんだけど、そんな時にさ、うん、なんか待ってくれるんよね、レイド君が。いやいやいや、待っててくれるんよね。待っててくれるんよね。それぐらいしかできなかったっすから、うん、いやでもそれ結構マジでメンタルもだし物理的にもだし、いや本当に結構なんか助けられたから、なんか待っててくれるんだって思った時にね、いつもこうありがとうって思いながらついてってた。いや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 、うん、言うて俺も全然 GTA は、うん、プレイ面他の FPS とかと比べると全然できないから、うん、オスが隣でよかったっすよ。いや一緒になんか大爆発いっぱいできて楽しかったよな。この組なら、この組だったら何をやらかしても大丈夫だろうなっていうのがあったし、うん、ありがとうございました、うん、ありがとうございました。いや入るか、本当に見違えるほど強くなったね。入るか、うん、いやみんなマジでいろいろやってくれてありがとうね、本当に。いや本当にありがとう、一緒にチームでいてくれてありがとう、本当にありがとう。いやマジ明日から無理かもしれん。無理かもしれん。おしさやだな。今から無理かもしれん。何す終わった。いや本当によかった、もう。いやよかった。前も言ったことあるんですけど、ストサバ系苦手で、俺若干。FPS とかは無限にできるんだけど、それこそ、長時間やってる時のファームとか、マジで俺眠くなっちゃうから、この辺も不安があって、2日目、最初、初日、ボスとエビオと会って、で、3人でも何、組む、どうするみたいになった時に、ちょっと、一旦解散しますか、つって。抜けて、そうギャング組むギリギリまで俺、ま、悩んでて、なんかそのファームし続けるとか、大人数がゆえの準備時間とかが割と苦手だから、団体行動が下手だから俺迷惑かけちゃうかなっていうのがあって、特にエビオとか大型全部やりたいっていうのがあったから、だからまあ迷惑かけちゃうぐらいだったら、あら入らない方がいいのかなって思ってたけど、結果トントン拍子で、まあ、3人で組めるってなったのがでかかったね。他のところに入るってなってたらこうはなってなかったかも。でトントントンって組み上がって、メンバーもサクッと集まって、ご縁でした。やばい、このままもう語ろうと思えば朝まで語れるわ。でもボスもなんかエモかったな、最後まで。最後やっぱ最終日、今日残り1時間しかないですってなった時に、ちょっとメンバー一人ずつドライブ行かないっていうボスがね、やっぱボスだったわ。あれボス以外のボスだったらボスできなかったボスだわ、あれは間違いなく。できないよね、あり得るのはボスしかないよね。他の誰がボスでもああならなかったと思うわ。でっけえわ。普段絶対これがなかったら関わることないからな、ことアキロゼさんは。え、てか、ん？ボスか、ボスだな。ボス以外は正直みんな FPS の人だよね、うちのネオポリス。そうだからなんかまあそんな遠いイメージ上がったんだけど、ボスだけはね、これがなかったら絶対関わることなかったからよかったね。楽しかったねマジで。あ、俺マジでさ、俺全然最高だったね。俺泣くことなんてないけど、マジで泣きそうになったな、さっき3人で話してるとき。久々になんかこんな寂しい気持ちになったわ。あー面白いな、ストサバってマジで。ちょうど1年前もね、同じくらい悲しいというか、これで終わりかっていう気持ちになったから、もう俺それ超えてくることはまあ人生でないんだろうなと思ってたけど、今回も最高だったなマジで。
かったね、本当に。楽しかった、マジで。めっちゃ楽しかった、マジで。でもまた集まる日があると思うから。楽しみに待っててください。よかった。本当に最初、街でレイド君に出会って、ボスをボスにすることができてよかった。あー、終わったか。早かったな、マジで。よかった。でも俺本当に役に立てないかなと思ってたから、最初は全然。よかったね、ちゃんと役に立てて。焦んなくてよかった、最初の方。初日2日目3日目ぐらいまではいろいろあって、どうしよっかなってずっと悩んでたけど、一番最高の結果になったと思います。多分ちょっと一回落ち着く、一回落ち着くね、飲み物飲んで。なんとかメンバーの前では泣かずに入れたわ。でも楽しかったな。ふう、はあ、ふう。あー、やばいね。さっきエビオさんたちにも言ったけど、本当に初めてのゲームで、初めましての人もいっぱいで、ゲームセンスもないし、もうポンしてばっかりだけど。最初に一緒に喫茶店3人でやっちゃうみたいなね、誘ってくれたのがなかったら多分絶対こうはならなかったと思っている。だから本当になんかそのきっかけをまずくれたことをすごいありがとうってエビオさんには思ってて、本当路頭に迷うしか多分できなかったと思うから、本当に感謝だね。うん、エビオさんいろんな人をねサポートする立場で最初入ってたから、本当になんかここでなんかっていうか、自分なんかにこうリソースを割いちゃう、割かせてしまうみたいな、まあすごい申し訳ないなってずっと思いながらだったんだけど、でも本当にありがたかったし、いてくれたからできたことがたくさんあって、もう感謝。もう面倒見て、面倒見切ってくれてありがとうっていう気持ちだね。だいぶ分かり手になってたもんね、もう。なんかやらかしても、だいたいボスって。うん。そう、レイドくんも、と合わせて3人でね、初期面、ネオポリス初期面3人、言ってたけど、レイドくんとは完全にもう初めましてだし、あの市役所がね、初めましてって状態だったんだけど、まあ、ノリの良さと、勢いの良さとね、思想の強さで、すごいなんか気が楽で、ポンしてる時はどっちもポンしてて面白いし、ブチ切れてるのもめちゃくちゃ面白いし、それな、そんな感じでね、でもゲームも強いし上手いし、さりげなくこう常にサポートしてくれてるみたいな。なんかみんないなくなっちゃってる時でも一人だけ待っててくれたりとか、いろいろ乗せてってくれたりとか、さりげなくこう手を差し伸べてくれる感じがすごい優しいなと思って、結構本当にプレイ面でも実際に救われたこといっぱいあったし、メンタル面でもすごいそう優しかったなと思って、優しい、面白い。ウリドくんにねいっぱい助けてもらったなってめちゃくちゃ思ったね。うん、ネオポリス全員本当にめちゃくちゃいい人たちだし、すごい面白いし大好きだけど、いいご縁をねもらって本当に良かったなと。うん。